小さなバイクですけれども、そこにはとてつもなく大きな夢が詰まっています。 FIM ミニ GP ジャパンシリーズが開幕することになりました。ひなちゃんも乗ってニコニコしてます。これが、何でしたっけ、ミニ GP。 そう、まあ、このバイクね、NSF100 とかに見えるんですけれども、まあ世界統一規格の、シリーズとなって世界選手権に直結するクラスとなります。僕もちょっとまたがってみましたけど、意外と乗れそう。先日の東京モーターサイクルショーでこの FIM ミニ GP の紹介ブースがありました。小さいバイクなんですけれども、世界統一規格でレースを行って世界選手権を目指す子どもたちを世界選手権のレールに乗せてあげるという、すごい大きな、夢のある、オートバイシリーズです。未来の元 GP ライダーマルク・マルケスや中上貴明選手のようになるような、その足掛かりになるようなシリーズだと思いますので、今回ちょっと動画を作ってみました。この日はね、桶川スポーツランドでこのミニ GP ジャパンシリーズのお披露目会ということで、年間エントリーのライダーと、オートバイ全部こちらに揃いました。つなぎもね、みんななんか同じようなデザインのつなぎを切るということで、かっこいいですよね。もうこれだけバイクが並ぶと、もうなんか壮観ですよね。レースする車両はオファーレというイタリア製のバイクで、4速ミッションの 160cc のバイクとなります。おそらくレーシングマシーンに仕上げた結構シビアな作りになってると思います。もうライダーがね、こう GP にグライダーが鍛えられるような車両になってると思います。それでね、世界でみんなが同じバイクに乗ってトップを狙うというか、ここにもあればヨーロッパにもあるし北米にもあるということで、まあ世界のライダーがみんな同じバイクを使って、でこのジャパンシリーズの一番最後にね、ランキング3位までに入ったライダーが世界選手権の MotoGP 世界選手権のバレンシアラウンドので行われる、このミニ GP のね世界大会に出場することができるそうです。でそのミニ GP ワールドファイナルでね優勝すると、なんとなんとロードトゥ MotoGP のねプログラム、直接の参戦が提供されるというふうになっております。通常 ATC やルーキーズカップなどの参戦チャンスはこのカテゴリーでね実績を上げなければなりませんけれども、あの日本で言えば NSF250 を用意して地方戦とか全日本の GP3 に走って実績を上げる、書類選考がありセレクションがあって初めてのルーキーズカップです。それですら世界戦に挑戦する上ですごく恵まれてるなと思ってたんですけども、このシリーズに出るってことは直にねチャンスが与えられるということです。つまりこのミニ GP シリーズは、ジャパンシリーズはモト GP に行く最高の早道であり最短ルート、まあむしろこれモト GP の入り口と言ってもいいんじゃないかと思います。放水前の風景なんですけども、みんな気合入ってますよね。あれ、なんか見たことあるつなぎが、つなぎ姿の子がいるなと、黄色いヘルメット、あれと思ったらシオンちゃんじゃないんと、シオンちゃん、先日のね、近畿スポーツランドの北川圭一さん前で、ひなちゃんとねペアライダーを組んだすごい速い関西の女の子です。まあね、年明けもね一緒したんですけども、すごい速くてびっくりしました。まあやっぱりね、この世代の女の子ってもう男勝りなところがあるというか、すごいガッツのある走りしてたんで、まあ、まさかねこのミニ GP シリーズに出場するとはと。でもねやっぱり目指すところは元 GP なんですね。まあ、ひなちゃんも当然目指してますし、みんなが、目指すところというか、このシリーズに、ね、出会えたことっていうのはもしかしてねしおんちゃんにとってすごい良かったんじゃないかなと思って見てます。確か10歳ちょっとのしおんちゃんでしたけども、初めて乗るバイクうまく乗ってます。基本的にはまずこのシリーズレンタル車両で行います。まあね、お金のかかるバイク、まず、初期仕様バイク買わなくていいんです。レースで使う車両はあのモトアップさんが、管理整備して、ウィークにね完全イコールな状態でサーキットに持ち込んでくれます。
まず今年スタートということもあって、食費を、みんな台数が揃わないということと、まあ、機械ですので個体差があるということ、まあ、それさ採用証言に抑えられて、まあ、本当の意味でね腕が試されるシリーズ、そういう形になっていると思います。こうして見てるとね、走り始めなんですけども、まあ、みんな気持ちよさそうに走れてるのはやっぱりね基本の、作りが良いということなんじゃないかなと思います。あとねタイヤピレリの10インチスリック、これも統一です。まあ日本でね馴染みのある日本製のミニバイクレースタイヤではありませんけれども、まあ世界統一規格で、同じタイヤでレースしますと。これね、最終戦の FIM ミニ GP ファイナルでも同じタイヤ使うということで、もうそれこそ完全にイコール、大一番でね使うタイヤがもうこっちでも練習したことあるタイヤっていうのは大きな安心材料ですから、素晴らしいと思います。この車両をテストしているのは藤井健太選手、元モトスリーライダーですね。久々に走りました、彼がテストしてるから問題ないでしょう。このバイク、4速ギアということで、まあ、ギアチェンジ自体は少ないんですよね。でその分ねブレーキとか旋回に、集中できるというか、まあ、映像で見る限り、かなりバイクは曲がるし運動性能はあります、まあ、車体もね結構削りのパーツがあってしっかりと作られてるなというふうに感じます。またね、あとねハンドル幅がすごい広いから結構操作しやすいんじゃないかなと。この操作見ててもまだ曲がれるというかまだ速く走れそうな感じしますよね。まあ初めて乗ったライダーも乗れるようなとっつきやすさと奥深さがあるっていうバイクなんでしょうね。コースサイドで長嶋哲太選手は各ライダーの走り見てて、まあ変な癖とか走りしてたらちょい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 というふうな形で、声かけられるようにしてるんでしょうね。もう中にはねもうそこそこ走れる子もいます。まあ、10歳から14歳ということですから、まあ、もうすでにレベルは様々なんですよ。まあ、14歳といえばひなちゃんと同じですし、10歳といえばしおんちゃんくらいですね。ちなみにね、2022年の12月に14歳という条件があり、まあ、条件合致してたらひなちゃんも選択肢としてありなんじゃないかなという感じがします。当然経験の長い子は、まあ、やっぱ早いですし、まあ、若い子もね、今ついていけなくても1年ですごく成長しますし、まあ、今時点の速さっていうのはあんまり関係ないんじゃないかなと。もうそれよりもね MotoGP の Moto3 がこう年齢がね18歳未満は走れないということもあって、まあそこまで早くね、ステップアップしていく、まあ、レギュレーション的にもできないということもあって、この上限ぐらいの年齢の方が徐々上がっていくっていうような感じです。このシーン、まあ、ひなちゃんの走り初めて見た時もそうですし、僕ね山中流星くんの走りを見た時もなんかすごい衝撃を受けて、もう流星くんなんかほんとちっちゃくてこうそんな中で走ってましたから、このバイクがね、運動性能高いこともあってもう頑張ってるのがねめちゃめちゃ外に伝わって見ててね、面白いですよ。今でこそね Moto2 ライダーの優勝ライダーですけども、長嶋哲太ともね10年以上前のお風呂でねいろいろと話聞いてて、金銭的に本当に辛いんですって話を聞いてて、その次の日にねバイクぐちゃぐちゃにしてるの見てなんかね力になってあげたいなって思った記憶が、あります。そういう中ねまたテスタ君がその自分よりも下の若い子らに力になってあげたいとサポートする動きを取ってるっていうこと、まあこの中で全員が MotoGP ライダーになれるわけはなくて、もう確率から言えばもう1000に1つぐらいじゃないでしょうかね。ただね間違いなくゼロでもないことも確かです。その先に MotoGP があるっていうふうなことを考えた時に、本人もしくは親がね、頑張ろうっていう気持ちになることも確かだと思います。転んでもねきっちりと直してくれるメカニックさんもいます。まあ、エントリー代安くないんですけれども、この体制はなかなかできないですし、まあ、運営側の持ち出しっていうのはもうその数倍なんだと思います。まあ、親にとってねコストパフォーマンスとしては、すごく高いものじゃないかなと思ってます。今のところはね参戦決めて走り出しても、普段はね別のバイクで練習しなくちゃいけないんです。とはいえね、これはね参加者全員の同条件です。そしてねこのミニ GP ジャパンシリーズ、年間エントリーはもうすでに締め切りになってます。とはいえね、まあ、来年のシリーズを走る上で、まあ、今から、準備してもいいんじゃないかなと思ったりしています。まずね今年のこのシリーズをねじっくり見て、
来年10歳から14歳の条件に合う子がいたら、ぜひとも、まあ、詳細はね、ウェブ上にありますし、概要欄に貼っときます。しかしもう夢のある話で本当素晴らしいですね。本当に感謝です。そしてね、しおんちゃんにも頑張ってほしいです。パドックの雰囲気ですけれども、まあこう見る限りね、子供たちがね、もう頬をあからめてね、ライディングしていろいろと話をしてね、メカニックさんと話をして、まあ、自分が速く走るためにはとかいうふうなことを話してるんだと思います。あ、しおちゃんもいた。本当にね、こういう素晴らしいシリーズ、なかなかこのできないようなことがあって、これが実現してるっていうふうなことがもうすごい素晴らしいことだと思います。まずはね、今年きちっと、これが成功して、でやっぱり続いていくってことが、大事だと思いますから、まあ、皆さんね、まずねこの魅力をたくさんの人に知ってもらいたいと思って、こういう動画にしました。もう一点、世界、やっぱバイクレースってすごいお金がかかります。実際我々さんも非常にご苦労なさってね、資金面も大変かと思いますけれども、世界に行くにもさらにお金がかかります。で実際トップ3になった、1位2位3位になって、で世界に行くのに飛行機代が20万だ30万だということになるので、今回ですね、お子様のレースでお金のことはあまり言いたくなかったんですけれども、ミニ GP バレンシアに行くのに優勝してチャンピオン、年間チャンピオンになった方に対して当社から100万円を賞金としてお支払いします。で2位になった方は50万円を賞金としてお支払いします。これも規則書に書きます。で3位になった方は30万円をお支払い、賞金としてお支払いしますので、まあ、1、2、3位になれば最低限バレンシアに行く渡航費等々はですね、工面できるかと思います。また来年のレース活動にも役立てるんではないかなと思いますので、ぜひそこを全員が目指してですね、頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございました。